着々と準備が進んでいます。またモノレール芝公園駅側でプロジェクションマッピングもスタートしました。プロジェクションマッピングは午後9時まで行いますので、皆様ゆっくりお楽しみください。それではもうしばらくお待ちください。続きまして、水上ステージではタップダンスのパフォーマンスをお届けします。村田雅樹さんの登場です。高校からストリートダンスを始め、その後タップダンスの世界へ。2006年から2017年までカズタップカンパニーとして海外全国各地での公演活動などを経て、現在ソロタップダンサーとして活躍中。キャノンイオスの CM 出演、福岡ダンスフリンジフェスティバルにて海外賞編を複数受賞。ワークショップの活動も盛んで、野外フェスや地域イベント、幼稚園小学校などの子ども向け初心者向けワークショップなどを数多く手掛ける。ジャンルを問わずさまざまなフィールドで活動。ソロ作品の創作を続けながらタップの素晴らしさを伝える活動を行っている。出演は村田雅樹、山口博一、白石義則の3方です。それでは皆様、水上ステージにご注目ください。村田雅樹さんのステージです。Thank you.
素晴らしいアーティストの皆さん、そして、お客さんの熱気で雨もやりました。ここからまだまだ夜は盛り上がっていきます。楽しんでてください。大きいな山口ひろかず。オンファン白石よしのり。私らに撮ってよ。
がしかない、うん、写真も大丈夫あ、撮いたえ、なんか違う腕で撮った方がいいかな、写真なんか綺麗だね、かわいいな、thank you.
距離があるんですけども、目の前にいるつもりでガッチリお邪魔していただいております。もう一度、今日のメンバーを紹介したいと思います。ギター山口博一、ドラム白石義則、キャップ村田敦でお送りしております。ありがとうございます。振ったりやんだりの健康ですが、素敵な虹が出るように最後はオーバーザレインボーを踊って終わりにしたいと思います。皆さんもよかったら手を叩いたりして一緒に参加してください。今日はありがとうございました。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございます。心が揺さぶられるような素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。ご来場の皆様へお案内申し上げます。青とか黄色とか、うわーすごい、車を止められている、あれ花じゃない、2時半に駐車場が閉鎖されますので車のご移動をお願いします。これどうやってやってんの、千葉競輪場の駐車場。